絵手紙などの作品の最後にハンコを押すとぐっと引き立ちます。どの子にも使えるよう一文字ずつのひらがなハンコを作ってみました。材料は100均の大袋入り消しゴムです。まずハンコにする面の大きさを写し取って一文字ずつ区切ります。 6B 鉛筆で文字を濃く書きます。そこに消しゴムをぐっと押し付けると裏文字が転写されます。はっきり見えるようにボールペンでなぞります。輪ゴムでまとめてから彫ります。三角刀で消しゴムの方を回しながら彫ります。ボールペンで描いた線が取れれば OK です。字が彫れたら切り離します。包丁を使うときれいに切れます。固めのかまぼこを切る感じです。カッターナイフを使って角を落としたら反対側にボールペンで文字を書きます。向きを間違えないように気をつけてください。手肉をつけて押すとこんな感じです。50音順に並べて収納しておくと使いやすいです。残念ながら箱の作り方は動画にしていません。おまんじゅうの箱と同じような作りになっています。